どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。今回は駄菓子屋引き物系第24弾といたしまして、こちらの仮面ライダーブラックプリズムカードの引き物をしたいと思います。さあ、昭和50年代生まれといえばやっぱり、仮面ライダーブラックでしょ。1987年から放送がスタートしました、こちらの仮面ライダーブラック、皆さんもテレビにかじりついて見ていたんじゃないでしょうか。主人公の、南光太郎役を演じる倉田哲夫さんですね。この方ブラックとブラック RX 両方の主人公してますが、この人ほんと老けないですよね。今でも仮面ライダーの映画かな、なんかで出てましたね最近でも。この人ほんと老けないですよね、倉田哲夫さん。その前が仮面ライダースーパーワンなんですけど、スーパーワンはこれが始まる6年か7年前ぐらいですもんね。まあそんな感じです。じゃあちょっととりあえず、行ってみましょう。一番初めに見えますかね、仮面ライダーブラックとトカゲ怪人っていうのがいますけど、じゃあ行ってみます。はっ、お、3枚入ってます。お、全部プリズムかこれ。わー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 わわ、バトルホッパー、僕もバトルホッパー大好きです。最高速度500キロ、めちゃくちゃ速いな、おい。これなんかなかなかいいですね、これ。ちょっ、お、これも、プリズムですね。トカゲ怪人ばっかりな。ちょっ、裏は、お、ちょっとトカゲ怪人多くねえか、これ。おい、マジか。おい、おい、トカゲ怪人ばっかりねえか。こいつなんや。くちばし怪人的なやつ。ちょっ、おっと、これは、おっと、出た、トカゲ怪人。そんな、そんな日、そんな、そんな、トカゲ怪人、そんななん、それ。はっ、もう、バトルホッパー、お、なんか違うの出てそう。おっ、ヒョウ怪人。これも、ヒョウ怪人の、ズームと、ズームじゃない。ズームじゃない、アングル。ほぼほぼトカゲ怪人なんじゃないな。違うやつだな、これは。バトルホッパーかい。説明なし。これなんや。セミ怪人。ですね。昭和っぽいですね。セミ怪人。これなんだろう。ちょっ、おっと。トカゲ怪人やないか。もう何枚出んねん、お前。こいつなんなんや。ツノザメ怪人。ツノザメ怪人。知らんな。忘れたな、もう。ちょっ、ラッキーカード。お、違う怪人が出ました。ちょっとわかりません、名前が。こいつは、はい、お決まりのトカゲ怪人。ほっ、お、なんか怪人一緒やな、これも一緒。あは、これもセミ怪人。あ、角ザメ怪人。あ、こいつも一緒。お、こいつは初めてじゃない、飲み怪人。飲み怪人って、ほっ、あ、また出た。はい、セミ怪人。これはちょっとさっきと違う。あいつのダメ怪人のアップ。あ、こいつがわかんないな。誰やろ、こいつ。あ、またこいつ。あたつのダメ怪人。トカゲ怪人。ほっ。あー、もう、全部一緒。全部、あ、こいつなんか違うな。こいつなんや。ヤギ怪人。めっちゃ弱そうやん、ヤギ怪人。ほっ。またこいつか。こいつなんやねん。こいつなんや。こいつなんや。お、こいつ、あ、クモ怪人か。はっ。クモ怪人。あいつき。クモ怪人。ちょっとクモ怪人多くなってきた。はっ。お、ヒョウ怪人の違うバージョン。あ、ですよね。トカゲさんですよね。あ、トカゲさんですよね。はっ。行こう、頑張り、トカゲ、はっ、ヒョウ、ノミ、クモ、おっと、クモがトカゲをちょっと追い抜きそうです。さながらバイデンとトランプのような感じになってきました。はっ、さあペンシルベニア州で、あ、トカゲ、トカゲ来ました、トカゲ追い上げてきました。あ、クモも入った。はっ、あーっと、またバイデン、バイデンちゃうよ。いいね、これこれ一番好き、このヘルメットかぶっちゃうとわからん。はっ、あ、ヘルメット、ヘルメット誰やねん、これコウモリ男。お、新しい、まさかこれ本当、顔はノミなんじゃないでしょうか。パーン、書いてない、でも間違いなくノミです。はい、もう言うてるうちに1枚になりました。
カゲトランプになる。あートカゲを入れる。トカゲが追い上げてきました。あ、最後は飲み会。さあ集計をしたいと思います。仮面ライダーブラックプリズムカード集計結果、トカゲ男10、11、12、13、14、トカゲ男14票、次はクモ男1、12、13、14、15、16、17、18、クモ男の勝ち。何やこれ、何の遊びやん。はい、人気がなかったのは、このヤギ怪人でした。全体で1票しかヤギ怪人入っておりません。セミ怪人は3票でございました。残念。飲み怪人と氷怪人は一緒ぐらいで、ても何やねんこれ。まあ、ええわ。ドッキリマンシール25段。もう一回いきたいと思います。それでは、駄菓子屋引き物系第24段、仮面ライダーブラックプリズムカードをお送りいたしました。さよならー。